おはよう、ドクター・アロナックス。きっと呼んでくれと言ってんだろ、ジャーノ。私は礼儀を重んじる方でね、ドクター・アロナックス。それに君をキールと呼べるほど親しい仲でもないわな。そりゃそうだ。親しい間柄にこんな招待の仕方はないだろうからな。それは間違いだよ、アロナックス。君を思うがゆえの行為だ。少しは我々に協力する気にはなったかね。アームス。え？例のアームスはここにあるんだ。協力していただけるのかな、我々に。あるんだな、ここに。口が過ぎるよ、アロナックス。あるのか。吐きろ。はっ。俺が最後だよ、ドクター・アロナックス。我々に協力してくれるね。断る。ヤニー。はっ。いい表情だよ、アロナックス。でも次は本気だよ。我々に協力。所長、何をついた。我が刑務所に複数の侵入者ありとの報告です。随分と物好きがいるもんだな。どうせろくでもない男たちだろう。いえ、それがその野ネズミと女二人連れです。どう、ミラベル乗ってるでしょ。今週の週刊お宝マガジンに。ほんまや。創設以来脱獄者数ゼロを誇る牢獄アルカトラス。その地下金庫に政府の重要機密が隠されているとの噂。やれやれ、あっこだからマガジンなんて、あんた思いっきり怪しい三流雑誌じゃないよ。三流だからこそ真実が書かれてるってこともあるのよ。それに確率の低いお宝ほど私燃えるし。そやそや、困った子たちだね。意外と早い。それって言ったらまたカードケチったんとちゃうの。失礼ね。そんなことあるかもしんないわね。まあこれはこれでお楽しみが増えたってことでね。もう待たせて悪かったね。続きといこうか。木原様。うん。やつが逃げました。くそー。動くな。お。うん？大きな。で。お前ら例の侵入者だな。よくもここまで生きてたどり着いたもんだ。余計なことはいいの。黙って私たちを金庫のあるところまで案内なさい。金庫だと？お前らただの泥棒じゃないな。だが俺がそんな脅しに乗るとでも。フラッシュ。もう脱走途中の囚人さんなら最初から言ったよ。ここがお宝の金庫だっていうの。そうだ。分かってるわね。俺が金庫を開ける代わりに、うちらが脱走の手助けをする。了解だ。500億円のお宝。いや、それ以上かもしれんぞ。やったー。ほらほら、二人とも、いつも私が言ってるだろ、男ってやつを簡単に信じちゃいけないだろ。いや、なんでもないな。こっちだけの話よね。どう、いつまでの壁は突破できた。残りは一つ。やったー。何？あれがお宝？
これはどういうことだ。おほん、急いで、お客さんが来ちまうよ。なんやの。目を覚ませ、おい、起きてくれ。許せ。うわあ、君のような子供には危険すぎる。子供やって？あんたの方がよっぽど。いや、以前お会いしましたよね。いいえ、存じ上げませんけど。失礼ですが、お名前は？ロレッタ、ロレッタ・オラトリオ。ロレッタ、素敵な響きだ。沈む夕日の果てに咲く一輪のバラを思わせる。お前の名は？俺の名はシャイアン・レインストーム。って、なんで男に名前聞かれて答えなきゃいけねえんだ。シャイアン・レインストーム。でけ。お前がシャイアン・レインストームだと。ちょっとロレッタ、急いで。ジルシャ、奴らが来るよ。うぅ、来ない。何か武器はないのか。さっきの爆発でみんな吹き飛んじゃったのよ。子供が無茶をするの。言ってよ。かすったじゃねえかよ。見ろ。ジア。何してんだよ。ミラベルはノーブルレッドなのさ。まあバンパイアの親戚みたいなもんがに。どうしたのさ、ミラベル。これがアームスか。カレーゼ、この銃は俺しか使えねえんだよ。お前みたいなガキに何ができる。なんだよ、さっきからガキガキって子供扱いしやがって。どういうことだよ。まあ少しは若く見られるけど、これでも一応25なんだぜ。25？ 5。わかったかい、お嬢さん。それでも25やの。ああ、これでも。うわー、嘘だー。俺の自慢のミッドパイ。無茶とするなと言ってるだろう。ドクター・アロン、ここの家は完全に不法院だよ。3分だけ猶予を与え、侵入者と少年をこちらに引き渡せ。そうすれば君の命は保証する。俺の体が、俺の体が。どうぞ。ん、誰だこいつ。でもこれ拷問だ。あら、何これ、こんなところに製造番号が書いてある。製造番号？どういうことだ。つまりこの体は借り物、作り物ってことが。待ってよ、そうだ、あの時俺は何者かに撃たれて、それから。ああ、わかんねえ。1分経過。ね、
なるほど。私はこれで目くらまし。こんな気前のいい女見たことないでしょ。感謝するぜシャイア。自称25歳のランマンさんよ、一つ頼むぜ。あんなでっかい的俺が外すわけないじゃないか。カウントを始めるよアロナクス。10 9 8 7 6。はっ、セリフじゃねえか。この状況で。地面が。なんだここが宙に浮いてるってのも知らなかったの。あのな、自分がガキに変わってるってことすら知らなかったんだぜ。そうだったな。ここは空に浮かぶ刑務所、アルカトラス。むき出しになった磁石の岩に囲まれたすり鉢状の中に浮かぶ孤島全体が監獄になってるのさ。すり鉢状の中を1年かけてゆっくり回っているの。つまり1年に1度あの小屋から出るコンテナ船が唯一の出入り口。脱獄不可能な刑務所って呼ばれるわけよね。普段の説明が泣けんだよな。お待たせ。遅いじゃない。あいつどうやってここ登ったんだ。ちょっとね。ありがとうよ。こっちこそ、カニエ。ご苦労だったな、ドクターアロナックス。ああ。じゃあ。ドクターアロナックス、アルカトラスの死刑囚にどうやって刑が執行されるのか知っておるかね。このファルケンバインが執行人になる。死刑囚は生きたまま彼の餌となるのだ。そんなことをしたらこのお宝もそいつの餌の代わりになっちまうぜ。悪いがファルケンバインは人間の肉しか興味がないんでね。ん？さあショーの始まりだよアロナックス。私を楽しませてくれたまえ。決まってるじゃない。こんな時に逃げるのよ。リフレクト。なあ、もう少し強いカードとか持ってないのかよ。何言ってんのよ、もったいない。一日で何枚使ってると思ってんのよ。この状況でもったいないなんて言ってる場合か。そうかもしんないけど、ダメなものはダメなのよ。そうよね。でもこれはもったいないし、あ、これもな。いい加減にしろ。あ？ねえ、これ金庫の部屋に落ちてたんだけど。
力を見せてやれ。恐怖症とちゃうの？空中刑務所の所長が高所恐怖症とはね。助けて、誰か私を塔の中へ連れてってくれ。お、あ？俺の体はどこだ？知らん。嘘つけ。おお、本当だ。君の脳とその擬態の警護が本来の私の任務だ。君の本物の体の在りかについては知らされていない。嘘だ。嘘は言ってない。女神ライラの微笑みにかけて。女神だ。俺は魔族の生まれ変わりだぜ。女神なんか知るか。助けてくれ。ああ頼む。魔族にやられた奴の行き先は、答えはそのちっこい目で確かめるんだな。ここからどうやって抜け出そう。脱出用パラシュートも吹っ飛んでしもうたし、ゴンドラ船もしばらくは来られない。じゃあ決まりだな。どういう？簡単さ。1年すればここを一周して再びゴンドラ船が接岸できる。つまりここで1年のんびり待ってれば外に出られるってことだろ。そうだな。あら、そんなんでいいの？エントちゃん、いいわけないだろうよ。これだけの騒ぎを起こしちまったんだ。政府の連中が黙っちゃいな。え？